テストテスト Welcome to the morning のおしるです。さあ今回はハマシーとガルス J グレミとこの子、ちょっと重めのコストなんで、でギガを混ぜております。その辺をうまくですね、出ていかないと多分ちょっときついかなと。思っております。拠点をいただきました。各部隊攻撃を。今から指示が届いているぞ。何度も言ったように言い過ぎだと思うの。ちょっと減りすぎだと思うの、本当に。全然なんかどうでもいい攻撃を食らいまくってます。どうでもいい攻撃ろ、どうでもいいっていうか爆とかでなんかモリモリモリってやっていく。だからあれですよね、シューティングゲームみたいにヒットボックスをは実際にヒットボックスをもっと狭いみたいなんですね。まあシューティング結構あるんですけど、機体の絵じゃなくてヒットボックスは1ドットとかですね、あるんですよ。そういうのもありなんじゃないかなっていう、全部一緒にするみたいな、ある一定の、まあ、そうするとギガンとかちっちゃいのも逆に今度は大きくなるってことになりますよね。まあ、そういう意味でもそうしたらまあ面白いかな、面白い、まあそれ面白いとどうか感じるかわかんないですけど、まあ、差が出ないですね。全然ね、今のもね見えないんですよ。今のもエフェクトの関係で敵が見えないですね。今のは見えてない、完全に。別に威力云々っていうのもエフェクトをちょっとどうにかしていただきたい。威力とかもなんか変わるっていう話ですけど、なんか変わるっていう話ですけど、個人的にはちょっとどうにかしてほしいですね、エフェクトを。この拠点は俺に任せる。さあ行きましょう。おお、あれ補給管しか壊してねえじゃん。3そろそろ来るということで、それに合わせていきましょうかね。これも見えねえ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 。よし、こいつ火力は高えからね、馬鹿にできないですよ。その代わり HP がまあ銃撃としては非常に低いです、非常にですね。おお、見えねえ見えねえ、お、見えねえ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 、マジ見えねえ。でここは取ったことをちゃんと知ってる。こっちから湧いた方が近いですね。上からギガンの場合は上からの方がいいかな。キャラクターによって上と下は得意不得意があるんですけど、まあ、ギガンは下もいいんです。格闘機がいる中で耐えられるんですけど、まあ、こっちの方が対集団に強いんで、ギガン強いっていうか戦いやすいんで、切られちゃうとやっぱダメじゃよ。今失敗しましたね、ボンミスですね。ちょっと FPS が下がりますね。50、40、まあ、しこまっぱね、意外と重いです。っていうか、エフェクトが密集しますか？で、
ハマシは何があの HP が低いのと、あと白で目立つっていうのが結構ネックで、白で目立つっていうのは色変えたいんですよ。あっち色変えられたらすげえ。なぜならガザシもピンクで目立ってたんですけど、色をレンドカラーにしたら一気にですねヘイトが下がったんですよ。なので結構 色って大事で、ぜひですね、それの色、 S 型使ってますね。 M 型かな、 S 型か M。 熱いね、こいつは。今ビームコーティングをペガした後にビーム打つみたいな、多分マシンガンズ間に合わねえなと思って、あと一発で死にますしね。これはやっぱアーマーチ3200とシールドあるっていう点からやっぱり持ちましたね。最近はやっぱりなんかアーマーチが極端に高いんで、全体的にガザシーもね、ハマシーもちょっと今の時代だったらもうちょい HP、 もしくは色変えたい、本当にレンドカラー欲しい、しか別の色でいいんですけど、地味な地味めな色、専用機にも色ください、本当にそう思います。そしたらハマシー、ハマシーやっぱり機体が大きいと、その分大きいじゃないですか、狙いやすいっていうのは、別にやっぱり視認性がいいっていうのは結構大事で、死人性が目立つんで。いいタイミングでマックいきましたね。今耐えたかなと思って取れちゃったね。ゲージも負けてるね。ここでマジで、ここでも金、おちょ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 よろけんのかよ、よろけんのかよ、よろけたんですけど、ちょっとウラマはんとこクイーンマンスはどうにかなるみたいですけど、まあ、どうなるんですかね。まあ、まあ別にいいかなって感じですけどね。それも普通の素のドーベンウルフとかちょっとどうにかしてほしいですよね、個人的にはね。個人的にはドーベンウルフちゃん、ドーベンちゃん嫌い、好きですよ結構。まあちょっとビームキャノンが今ね、あまりにも弱体化、弱体っていうか元凶に合わないんで、ビームキャノンがね使えないっていうのがネックではありますよね。敵エースが撤退した。下がんないで見に
い感じですね。まだゲージはちょっとだいぶ負けてるという状態、いいとは言い難いところでありますか。ナイスショット。ちょっと A を狙いたいよね。やばい、あぶね。これ降りたらもう、違うの食らった。いやークイックショット、いや一発ビームが入ったなと思って。でちょっとここからレーダーを消しモードですよ。まあともかくこいつも目立つんでね。コンテナを回収した。見せてほしいものだな。指示が届いている。ピコーラの働きを。そこだ。開始を優先させる。どれが経験の差だ。分かった。A と B 行ければワンチャンなんですけど、なかなかフォロー入っちゃいましたね。あとはね、教師ブース欲しいね。うん、魂は魂は教師ブースがいいなと思いますね。敵エース機が撤退した。まあ、4狙うか、素直に。指揮官から指示が届いているぞ。4狙ってみましょう、ちょっと。回収を迅速に行う。ちょ生徒はことを信じるということ。出撃する機体を選び、出撃する地点を決める。指揮官から指示が届いている。どうだ。ドーム。協力させていただきます。まっすぐ飛び降りて飛んでないっていう。回収を優先してまいりましょう。
ないんだここは。あそこのガザシ浜は行けたなとか思いながら見てるんですけど。指揮官から指示が届いているぞ。拠点を占領したわ。敵軍戦略兵器が発見された。協力させていただきます。直ちに潰せ。最後に下手に突ってやるっていうのは思った。補給機が破壊された。目障りだ。一旦帰投するぞ。誰か私を止められるかしら。指揮官不在のため一時的に戦術支援の使用が認められた。アムロ行きます。見せてほしいものだな。指揮官から指示が届いている。協力させていただきます。味方に当たってる。おせっかいかもしれないが、自分本拠点 X が攻撃されている。はっはっ、打ち合いで勝ったね。正面から、まあ今のは他のメラルって先手取られたと思うんですけど。出撃する地帯を選ぶがいい。出撃する地点を決めるのだ。戦線にあなたみたいな方のおかげで。何敵エース機が撤退した。それともあのモビルスーツだ。汚い手しか使えない。お前はもうパワー負けしている。シャアを図に乗らせないためにはガンダムを倒さねばならんのだよ。緊急帰投だ。ここでコンテンさんを渡したのちょっとあんまり良くないかな。敵の本拠点を攻撃中。拠点を奪取しました。お、本拠点行った。素晴らしいですね。俺が行きたかったような形は。拠点の防衛を優先。連邦にくれてやるものなど何一つない。敵の本拠点を攻撃中。各部隊攻撃を指揮官が指示が届いている。敵撃破だ。オッケーだけどここ救ったよ。380食ったよ。ポイントでかゲージ的にはオッケー。あれこっち下じゃない。敵軍戦力ゲージが残り 50%。敵軍戦力ゲージが残り 50% を切る。指揮官から指揮
あぶねー、あぶねー、ネズミを見てたんですけど微妙に引っかかっちゃったのかな。3回ぐらい引っかかってね。そこはネックでしたね。いや、意外と全体的にネズミいける射程が長めの機体で、かつ機動力がそこそこある。まあ、ハマシはね、高低差無視で、ザク3回もすごい早く行って、射程も結構あるっていうところから、ネズミをちょっと見てたんですけど、よくやった。ちょっとなかなかうまくいかなかったですね。これ取っちゃおうかな。一回取って大丈夫かな。一回で明日ちゃんとやれば、あと2つしな。はい。そんな感じでございました。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シールビーでした。